皆さんこんばんは。さてこれはミラーマッチ、こっちの方がブーありたいと思うんだがどうでしょうか。見極めてあげましょう。後手番か。まあ上書きキャラクターをね残しつつやりたいですね。アリアか。さあ構築としてはまあ普通な感じかな。 X 打ってってこれ先に展開していくっていうのも全然ありなんですよね。やってみようかな、せっかくの構築なんでね。あ、コンボ使えるかこれ。使えるよね。条件とかないよね。さあこれは囲いですかね。ケントさんこんばんは。シアンとレナート、あ、そうですね、レナートもそうなんですけど、エキドナもあの解除されてますね。お、ゴーも、キャバ嬢さんこんばんは。さあバシバシ生成していきましょう。さあ上書きできるかどうかと。おーおーおお、いいね。さあバシバシ作ってって、これちょっと左下 X 行きたいんだけどな本当は。さあ角きた。まさか左下行くとねこれダメマスなんすけど、次の根角をねあの封印できるんで、まあ、リュート打つか。リュート打って、コンボ食らってしまうんだが、コンボ封印していく。まあ、相手方、コンボはこれだと2回踏みますからね。F3 と F の、あ、F3 と B の3か。おっと、なるほど。これ、上書きしていこうっていう作戦か。じゃあ、それを封じましょう。さあ、大体、ダメマスなりましたが。さあそれを封じていく。しかしちょっと局面はねどうなんだろう、かなり混乱されちゃいそうかな。うーん、でも盤面詰んじゃうんだよな。あ、そっちか、バリア系でしたね。これ相手の方 B3 に打って自分がね A の2に打っちゃうと相手の B の4が結構ねコンボ決まっちゃうんで、割と注意ではあるんですけど、さあ、あとはお互いにのんびりしていくだけかな。全部埋まっちゃいましたね。アンサーさんこんばんは。で、相手の方はおそらく B の4かな ?B の4。B の4は、どこだ ?C の2かな ?B の4、C の2。ダブコンかでも。これやっぱ E の6に打たれちゃうと厳しいんでね。だよね。取ってかまり撃たれて、取ってかまり撃たれ、微妙か。アンチエールいねえしな、しゃあねえか、攻撃か。ダブコンだけど。さあ、ダブコンなんですが、しゃあなしと。で、次はまあ、かまりかな。ダブコン食らって、あそこですか。なら、まだ参る?あっち、根掛けされちゃうけど、しゃあねえか。アンチ入れ欲しいね。これ、相手の方、B の6なんで。アンチヒールいれば結構、今の A の3って言うて、自信持って打てるんだけどな。まあ、来ないよね。まあ、しゃあねえか。カマリは A と S、それぞれダメマス何枚ぐらいが強いと思います。あ、それを今、ちょっと研究してます。で相手も回復してくるっしょ。残りエスゴン1枚か。まあ、フルフレじゃないか。ルラが入ってるから、なんだろう。お、上書きね。さあ、上書きはあんまり関係ないかな。じゃあ、こっちもあの上書きしよっかな。さあ、上書きに次ぐ上書きですね。ただ、ちょっと盤面が積まれちゃうという説あるか。一回こっち経由するか。これであの B の1っていう手を消しましょうか。まあでも相手のかなりのコンボ動線残っちゃってるんで、まあ、微妙っちゃ微妙なんですけど、ダメマス枠の、数少ないのと、流血は S がほぼ、固まってるんで、ああかなりね宝の持ち腐れと。君たちさんはお、そっちですか。ああそれ入ってんのか。ただもう相手の方はダメマス踏めませんからね。
どうやったらこれ勝てるんだ。相手の方は、白いところに置けなければいいんだから、白いところを置けないようにすればいい。これでいいのかな、普通に。まあ、飛ばないんですけど、うん、OK。さて、暗黒かー。てか、アンチヒールいねえな、これ。あ、いるわ。うん、いるね。うん、一応いるか。一応いる。おっと、しかし、これはやばい。おい、いきなり開幕役満決まった、これ。いや、開幕役満なんだが、いや、どうしよっかな、これ。初手あやねで、X 行こっかな、せっかくなんでね、これ。ちょっと今の、かぶったな。ダメマスのポジ、ダブったね、今。お、そして相手もね、乱体、初手からいるんだが、ちょっと X 行ってみますか。さて、初手、役満決めていく男。しかし、勝てるかって言われると、わかりませんと。シュート。まあ、アルザロックス行くか。さあ、これどうなるんですかね。相手コンボ決めてくんのか、それとも。あれか。さあ、こっちはね、封印マスもね、作れるんで。まあ、右かわしかな。封印マスめんどいもんね。あ、封印マスを、あれか、もう、許容していく。まあ、コンボ使った方がね、回復ができるんだが。6000、いかついな。ちょっと待って。こっちのダメマス、2回分以上じゃないかよ。じゃあ、封印マス作りながら、もう、ちょっと S5 マー、これ3連でやばいけど、飛ばせられんのかっていうね。さあ、封印マスも生成していく。盤面埋まりましたね、これ。盤面埋まったわ、ほぼ。さあ、こっからね、のんびりしていけばいいんだが、こっちデバフ要因とかね、ないんで、3ターンでこれ、最低どうくる？封印マスあるんで、A の3かな、これ。そっちか。まあ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 、一旦ね。いや、しかしこれ粘れんのかな。まあまあ、一応アンチール。まあ、アンチールもうちょっと先かな。さすがにね。さあ、封印マスあるんで、これは C の2に来んのか、それとも A の2に来るのか。はたまた、D の2っていう手も、手もありますね。こうなるとこっちのコンボスキルがね、ほぼ、相手ないと思うんで、まあ、もう全部生成しきったんで、こっちのコンボスキルは、まあ、意味をなさないですね。さあ、どう打ってくるのか。あー、まあ、そこですか。まあまあまあ。どうしようかな。うん、今日、過剰だね。さすがに、S5 マ4連打はもう過剰なんだよな。さて、ダメマス、いや、どうしようかな、これ。もう打つか、ミーザ。ミーザ打ってもね、これ、毒変換だからな。どうなんですかね。まあ、一応置いとくか。逆にあれだな、封印マス踏んで相手の方回復してこないっていうムービングがあるな。それやばいね。1番32号さん、こんばんは。かまり持ってないから、わかんないんですけど、相手してて、めんどくさいデッキって何ですか？まあ、速攻系ですね。まあ、アマテルをはじめ、速攻系は結構きついっす。神タンはね、まだいけるんすけど、混合が一番厳しいかな。さあ、カッティングされていく。立派なファーか。さあ、どう来るか。意外と盤面は詰まれそうで詰まないな。これ、間方封印マス踏んできそうっすね。C の2ね。ああ、角来るんだ。いや、それ結構茨の道なような気もするんだが。まあでも、アンチールもう切れちゃうんで。これ相手の方はどこ来る？右下 X 結構めんどいな。右下 X、角、F の5だと自分が F の2入れない。あ、入れるか一応。入れるわ。デデマルさんこんばんは。お疲れ様です。そちらか。まあそうかそうか。普通に。余裕だよ。いや、捕食があれだな。いや、削れねえな、これ。きついです。いい苦しいです。右上 X だよね、これ。いや、やばい。削れない。あともうちょっとなんだけど。
微妙に削れてねえな。まあ F の2でもいいし、左上 X でもいいね。あ、シェメもう飛ぶか。信じる心を力に変える。いや、きつかったね。まあ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 、しゃあないか。さあ、次世代型余ってる、きた。シャウラさんね。お、これは仕打ちしようかな。グノーいるんで。まあ一回は踏んでくれるでしょう。何？ダブルオーラ。銀次郎か。お、いいね。さあ、レイホーちゃんナイス。仕打ちで。わあ、だいぶ上に寄ったね。さあ、上をダメを使えて。おお、フリンデルか。さあ、早めのフリンデル。なるほど。まあまあまあ、いいでしょう。スライムさん、こんばんは。さあ、おっと、これ相手の X 打ちと C 打ちをしばきつつ、 B の4もあれなんで、ここはダメマスですね。ちょっと分かんないね、これ。 X か。さあ、 X ベルグ、コンボスキルどう考えようかな。意外とコンボ食らってもよくない。なるほど。シェイドを打って、ただこれ、注意点は、ルラとか A の2があるんで、ルラ A の2がかなりエロいな。そこの場合は、どうしようかな。グノーしましょうか。グノーして、グノーして A の3打たせて、E の4カマリから右下 X 取ってどうなるかっていう感じか。ちょっと HP ピンチなんですけど、一応相手の方は左下 X あるな。左下 X どうしようかな。左下 X は、うん、そこだよね。左下 X だったら C の5だったかな。さあ、あとはのんびり耐えていければいいんですけど、受け切れるかどうか。これ最後にダメマス踏ませたいから、ダメ押しのアルザロラス打ちあるね。最後に打っていくっていう手が。裏ですか。これはね、フルフレ打ちましょうか。フルフレ C のあれですね、6ですね。で、ダメマスを踏ませつつかな。で、これ、もう、相手の方、B の6打てない場合でも、ダメマス大体踏むんで、取らせて、これどうだ？あー、スーちゃん。痛いね。うん、やっぱこれ、アルザロ最後、ラス、あー、でも、あれか、回復入ってんのか。セッチ打って、うーん、これ相手の方 B のあれが打てんのか。ちょっと待ってね。あ、じゃあ A のあれでいいのか。 A の2設置で勝ちかな。角打ちは B の1打てますもんね。これでどうだ。まあ、アルザロ角打ちでもあれかな、全部展開したかな。 OK。さあ、うまくダメマス使いこなしていく。 OK。 C 打ちありますかね、これ。ああ、 X、 なるほど。さあ、グノー来てほしいんですけど、アルザロか。なるほど、そっちね。図に乗る。まあ、どこ打っても一旦ダメマスではあるんですけど、タルタル、タルタル強えな。
さあ、レイホーちゃん来た。さあ、あとはのんびりできればいいんだが。バシバシ殴る。で、カマリ撃って。カマリ撃って右下 X 来て、どうなるか。まだ半分いってないから、エンデガは来ないんだが。一旦ね。さあ、一旦様子見、それ取りましょう。運のない奴らじゃのう。で、これも霊峰の右とかで時間潰していくのかな。その場合はね、無視して回復ですかね。エンデがこれ、エンデが待ちなんで、あ、殴っていくのか。これは防げない。手の内で踊るの。おー、強い。二枚返しコンボない。まあ、乱体引かれなければ耐えられるかな。ダメマス2回踏むでしょ ?5000。乱体とりあえず引くな。スーちゃん OK。さあギリだえ。で、あとは、ダメマスに変えちゃえば OK かな。これで A の3を変えれば OK かな。OKOK。で、ダメマス踏ました。いや、危なかったね、今。OK! さあ、星マナか。見極めてあげましょう。なるほど。なるほどだね。アルザルいきますか。図に乗るな。ほう。ちょっと X 行きたい気持ちもあるけど、どうしようかな。まあ、普通でいっか。さあ、シーネが来た。手合わせ。服触れないっす。さあ、一応 A の2に、打てるように、ダメマス展開できるようにこいつ置いといてと。リッチ、F の3はちょっと弱いけどな。おお、まあ、次でいっか。まあ、どう来るか分かんないけど、これ X だとダメマス、まあ、踏ませられるんだが、ちょっとアンチヒール置きづらいんで。グノー来たら X は川島くんからかな。B の3は左下にアンチヒールでいいんですけど、いや、それ強いね。コンボスキル2倍なんだよな。これ川島くんだと3枚返し使ってくるっていう説もあるんで、これむずいね。取ってダメマス作って、いや、結構自利品か。かわし、かわし、3枚返しもきついけど C の位置も地味きついんだよな、普通に。いや、しゃねえか、もうこれいくか。これになっちゃうんだよな。まあ関係ないね。 C の位置も打てるし、角も打てるな。まあ角のんびりかな。そうっすよね。まあ一応アンチール置きますか。アンチヒール置くと相手の方がおそらく右下 X 来んのかな。まあそれかもう問答無用っつって殴ってくんのかな。まあアンチヒール取りたいと思うんで、右下 X 来て、E の6、F の4からかな。あ、問答無用か。楽にしたまえ。グノー。まあ、フルフレで軽く出しましょう。火力出しとく。しかし次でアンチヒール終わっちゃいますからね。シェラーハ。さあ、反転術式、これどうなってんだ。いや、グノーか、これ。ちょっと待って。オッケー、とりあえず封印したけど、いや、ただごっちり回復されちゃうんで。
そっちか。オッケー、それだと。打点出してかな。これでいけるかな、アタックとコンボで。よいしょと。削ったかな。オッケー。よし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 。ババさんこんばんは。つばきさんもこんばんは。パパパさん、頭使う環境の方が、あ、いいですよ。どっかの余ってるよりね。まあまあまあ、余ってるね。ちょ、結構長く入ったんで。さあ、アナン来たよと。ショーテフェルいかついね。さあ、これは成り打ちですかね。まあ先手番別に成り打ちも悪くないんで、わざわざダメ技は来ないかな。一旦だよね。ほう、これはどこ来る？右上 X か。右上 XE の6。右上 XE の 6？ で？驚きだ。これは F の3かな？X、 なるほど。行く手を阻んだらよし。シェイト。まあこうすかね。ちょっといろいろコンボあるんで面倒いんだが、さあ大体ダメます。右下 X 角 C の1、ここで暗避か。ちょっと早い気もしますけどね。まあ、角行くとダブコンっていう形ですね。角かまりでいいんじゃないかな。一旦反転するんすけど、そっからでもダブコン祭りか。かまり打つ。ダブコン。まあ、S ゴマ C の2できついか。あ、S ゴマじゃない。じゃあまだ参るか。これ地味に次もね、ダブコンだからね。一回控えるか、耐えるかな。ラブコンだよね。一回控えかな。でもフェルが入ってくんのか。1万でしょ。うわ、むずいねこれ。まあこれでいっか。ザダメからは逃れられないんです。まあ行きがかり上もう殴るしかないですよね。さすがに飛ばないっしょ。強いけど。んで？で、相手の方もうダメマスしか置けないんで、飛ばせなくてもいいんですけど、まあ飛ぶかな？オッケー！ギリだ。